佐賀唐津道路は、佐賀県の唐津市を起点とし、佐賀市に至る予定の総延長約4 0トルの地域港、規格道路であり、国道203号及び国道208号のバイパスとして建設される路線。唐津市大地町託士間約1 6トルが開通しており、他の区間は、事業中、または計画中である。佐賀県では、 県内を東西に横断する3本の高規格道路が計画、整備されており、佐賀唐津道路は唐津市を中心とする県北地区から県と佐賀市や小木市を中心とする県南地区にかけて循環することで、先の3横断道路を相互に結び、これらと一体的に広域ネットワークを形成するため計画された道路である。起点の唐津市で西九州自動車道に 途中のタクシーで長崎自動車道に終点の佐賀市で有明海沿岸道路に接続する。佐賀県が定める県内主要都市55分構想のもと、唐津市と佐賀市の地域間の交流促進や、有明佐賀空港や唐津港への総合アクセス向上福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた、限界原発有事の際の避難路としての活用が期待されている。 佐賀唐津道路の一部路線、旧浦義拓道路の本線佐賀唐津道路は1973年に事業が始まり1994年10月には有明沿岸道とともに地域高規格道路に指定2014年3月までに全線4 0トルのうち一部東面原動活用区間を含む約1 6トルが共用済みで残る起点側の約1 0トルと 終点側の約1 5トルが事業中内守計画中段階にある。未整備区間の内宅市から小木市を経て佐賀市に至る宅ク東 IC 佐賀 JCT 間約1 5トルでは宅市側5 3キロメートルが宅佐賀道路愛機区間として2003年9月26日に整備区間指定され事業採択されている。 それに続く通気区間の佐賀市川約 10km については佐賀県が事業主体となって2023年の国民体育大会開催前の開通を目標に整備を進めることとし環境影響調査を経て2016年度には詳細設計や用地取得に向けた準備に入るとしている一方唐津市川の唐津インターチェンジ用地長ヘ IC 間 1> 約1 0トルは基本計画段階で事業化の目途は立っておらず、沿線自治体では早期の開通を目指して整備要望を陳情している。2015年5月18日に佐賀市内で開催された整備促進規制会では、佐賀国道事務所長が県内の主要都市を結ぶことで時間短縮効果があるというだけでは国へのアピールは弱い多くの事業を抱える中で、 予算確保は大変厳しい情勢と述べ、国土交通省としては、福岡県とを結ぶ西九州自動車道や有明海、沿岸道路の整備を優先する考えを示している。ありがとうございます。